コムドットの大和さん、上智大学を退学したと。指定校推薦だったんですよね。指定校推薦枠潰しなどの声も寄せられた。バトルになってんじゃないですか、やっぱり。さあ、始まりました、まちチャンネルです。さあ、今回なんですけども、なんか取り上げてくれ、取り上げてくれってね、来てて、なんでなんだろうって思った、はい、コムドットの大和さんの話題でございます。はい、上智大学を退学したということで、まあ、中退したんですけども、別にいいじゃんと思って、なんで中退がいけないのってね、思って、そりゃあれだけ人気があるんだから、辞めるのも当然なんじゃないの、忙しいでしょうしって思ってたんですが、まあ、よくよく聞いたら、はそういうことなのねっていう感じで分かりました。まあ、それで揉めているということですね。人気 YouTuber 動画宣伝のため上智大退学、反応様々、グッときた後輩の枠潰しかという、そう、このね、後輩の枠潰しかというところがポイントになるわけなんですよ。まあ、コムドットと山本さん。まあ、コムドット知らない人もいるかもしれないですよね。まあ、うちの視聴者だと知ってる人と知らない人分かれると思うんですけど、すごい人気の YouTuber ですよ。まあ、新世代とかってね、言われてね、道を開けろっていうので、非常に有名なセリフを残してっていうのもあるんですけど、まあ、400万人とかね、登録者もいて、すごい人気ですよ、若者に。どれぐらい人気っていうと、難しいと思うんですけど、では街中で普通に見てる人を見かけるって感じですかね。だから電車の中乗ってて、まあ、YouTube 見てる人っているじゃないですか。それで、まあ、気になるわけですね。YouTuber ですから何見てんのかなって思うんですけど、いや、コムドットの割合はかなり高いと思いますね。若い人の場合ですね。上の人だと中田敦彦の YouTube 大学とかね、ひろゆきの切り抜きとかって見てる人が多いですけど、若い人だとやっぱりコムドット多いっそうと、ご飯食べるとこでもこう置いて YouTube 見ながら食べてる人って結構いるんですけど、コムドットの割合はかなり高いと思います。それぐらいすごい人気だなと思ってたんですが、そのリーダー、まあ、この後輩の枠潰しっていうのがですね、まあ、上智大学行ったんですけど、指定校推薦だったんですよね。で、これは自身の動画でおっしゃってるので、はい、指定校推薦だったってことなんですが、で、やっぱこの指定校推薦について知ってる人と知らない人で分かれちゃうわけですよ。だから知らない人からすると、ただ、ああ、まあ忙しいから辞めたんだね。っていう風になる。ただ指定校推薦のシステムを知ってる人からすると、いやいやいや、指定校で退学しちゃったらその高校の枠が減らされちゃう、まあ、最悪の場合なくなっちゃうっていうことがあるわけですね。で、これは、まあ、某俳優さんだとか、はい、いろいろあった、まあ、広末涼子の早稲田もそうなんじゃないのとかって言われてたことがありますけどね、まあ、品川女子の枠減らされたんじゃないのとかっていろいろあると思うんですけど、まあ、これはちなみに確認はできると思いますよ。減らされたのか減らされてないのかっていうのは、まあ、中央大附属だから、まあ、これも本人が言ってますからね。中央大附属高校出身って言ってますんで、中央大附属の人が実際に去年の指定校推薦の数と今年の指定校推薦の数を比べれば本当に減ったのか ね減らされたのかなくなったのかっていうのはね、分かると思いますんでね、大和のせいで減ったじゃねえかっていう人がいるのかどうか、まあまあ別に中央のね人たちがそれでね、中央大附属の人が怒るだったらまあ分かるんですけどね、まあ他の人が怒るのはどうなのかっていうので、まあバトルになってんじゃないですか、やっぱり。はい、賛否両論ですごいことになってるという、まあまあ影響力がすごいってことですね。まあまあ後でその中央大附属についてちょっと話そうかなと思います。今年ももう今年度もですね、まあまあ武田塾国立校のオーナーなんですけど、その受験相談っていうので、まあ無料受験相談っていうので、ね、相談に乗ったりするんですけど、まあ今年もう2人中央大附属のこの受験相談やったので、中央大附属っていうところがどういうところかっていうのはまあ結構知ってると思います。で、ちょっとまずニュースの方を見ていきたいと思います。はい。攻める姿勢で日本を取りに行くと活躍誓う。若者を中心に人気の YouTuber のコムドットヤマット24歳が4日までに YouTube チャンネルを更新し、上智大を退学したことを報告したと。または報告動画の概要欄で、この度上智大学を退学しましたと報告。さらにコムドット第2章に突入したことで、大学に通いながら YouTube を続けるということを改めて考え直し、今回このような決断をしました。上智大学では自分が一番興味のある国際政治学を学べるということを理由に、総合グローバル学部に入学しました。はい、いいところですよ。大学の授業の質を批判する人もいる中、僕は高校時代に期待した質が高い国際政治の授業を受けることができ、とても幸せでした。先生にも恵まれ、ワシントン DC に留学して自分の夢を追いかけたり。お、いいじゃないですか、ワシントン DC。 在学中に興味を持ったジャーナリズムも学ぶことができて、在学していた期間、自分の知的好奇心のままに動くことができてとても楽しかったですと、これまでを振り返る。いいじゃないですか。改めて考え直しって余分
改めて考え直し、もういいや。はい。またサークルには入らなかったものの、新歓期間で仲良くなった先輩に可愛がってもらったり、ミスターコンテストに出場した時の先輩と仲良くしてもらったり、同じ学部の友達は今でも活動を応援してくれたり、学業以外の部分でも人に恵まれ、本当に充実していたと思います。あ、なんかミスターコン出たんでしたっけ？なんか出る時になんか飲酒が発覚してなんとかみたいな事件ありましたっけ？最後まで通えなかったのは少し寂しいですが、自分のキャンパスライフに後悔はありませんとも記したと。うん。休学から大学に至った経緯については、大学2年生の10月に YouTube にのめり込み、熱中して両親を説得して1年休学をすることを決意しました。うん。当時休学するには学部長である前島教授の許可が必要だったので面談の時間を作ってもらいました。僕は正直に YouTube を本気でやりたいから1年休学したいと、その旨を正直に伝えました。すると教授は1年間本気で頑張っておいで、応援してると言ってくださいました。お、いい人ですよね。その時本当に勇気づけられたのを今でも鮮明に覚えています。そして今回退学する旨を教授に伝えたところ、テレビとかで見てるよ、また戻りたくなったら上司で待ってるよと言ってくださいました。いい人。改めて人として教授として素晴らしい人の下で教育受けていたことに気づき、本当に嬉しくなりましたと説明した。家族には、そして物心つく前から自分に勉強の機会を与えてくれた両親と祖父母には本当に感謝しています。雨の日の塾に車で送り迎えをしてくれたトット、日々自分と正面からぶつかってでも勉強することの大切さを教えてくれたチャーちゃん、本当にありがとう。どこの塾行ってたのかな。卒業はできなかったけど、大学に行っていたからこそ自分が人生をかけて挑戦したいということに出会いました。二人の期待を超えて自ら革命家と名乗り、これからの時代に確実に欠かせないビッグな息子になってしまったけど、これからも実家に帰るので美味しいご飯食べさせてくださいと感謝。おお、革命家、正面革命家や。あ、違うか。はい。最後に、とにもかくにもこの動画でけじめつけることができました。これからのコムドットヤマトは、さらに前衛的に攻め、おぉ、前衛的か。攻めの姿勢で日本を取りに行くので、同業者で同じ目標を掲げている人はビビって逃げないようによろしくお願いします。まさかっこいいよね、これはね。ヤマトの大学にネット上では、この決心をしてくれたから、これからもコムドット応援することができる、ほんとグッときた、すごく大きな決断と肯定する意見の一方で、多分ヤマトの母校は上智の枠切られたよね。指定校で退学はガチ迷惑。後輩の枠潰しか、指定校推薦枠潰しなどの声も寄せられたということで、はい、ここで、なるほどね、推薦枠取られてしまったっていうね、もうまだわかんないです、本当にそうかどうか、ね、結論付けられないですけど、もちろん学校によってですけど、関係性ね、絶対やめないようにみたいな風に契約的なものを交わしてるところはあるはずです。全部だと思ってないですけど、こういう風に退学したら大学側が怒ってくることはありますね、高校側に。わかんないですよ、上司がそういうことしてるかどうかは全然知らないので、呼び出されてとかっていうのを、それで、まあ、長大付属側がね、上智に怒られて、もうダメだっつって、枠を減らすとか、もう枠を開けないとかってなった場合は、まあ、確かに後輩の人たちからは、そこに行こうと思ってた人には、まあ、反感を買うっていうのはあると思いますね。まあ、それを他の人が言うのかどうかって感じじゃないですか。ひでえ、枠取りやがってって言って、関係ない人たちが怒るかどうかって感じじゃない？はい。まあ、上智大学総合グローバル学部、総合グローバル学科。に行ってたわけですよね。いや、すごい国際系の中でもね、やっぱすごいいいところですから。で、中央大学附属から、で、中央大学附属っていうのはですね、中央の附属ですから、中央大学にほとんどの人が入ると。で、まあ結構自由な校風とかって言われてて、そのまま勉強しなくても行けちゃうみたいな感じがあるので、まあ怠けちゃう人も結構いるって言ってる。ただまだそれで一部でこれじゃダメだって思って、一般受験しよう、なんとか自分でいい大学に行くんだっていう人が、まあその武田塾のね、受験相談とかに来たりするんですけど、それで聞いたのは、怠けちゃって勉強あんましないんだけど、ただ英語だけにはやっぱ力を入れてるって言ってたんですよ。英語はみんなに一生懸命やらせようとするっていう校風があると。で、だから高2からトイック必須って言ってたわね。そう、高校2年生ですよ。高校2年生でトイックって、ええって思ったけど、トイックなのって思ったんですが、そう、英検とかじゃなくてね、そう、トイックを必須にしてるんですよね。で、それぐらい英語に力を入れてるとこなんで。で、別になんか批判、まあ、指定校推薦嫌いな人いっぱいいますけど、成績自体なんかダメなとこからすごい頑張ったんだよね。コムドットの大和さんってね、すごい頑張っていい成績取って、で、その枠を取ったっていう感じで、その果たして枠を本当に取り上げられてしまったのか。そうなると、まあ怒る人は当然ネット上には出てくるという感じです。あとはなんだっけ、優待学しましたって言ったんでね、そう、優待って言ったから、それはどうなんだみたいなねのも来てましたよね。その大学や高校にすごい迷惑をかけ、わかんないですよ、迷惑をかけたかどうかは。まだかけたんだからって言って批判してる人たちがいるという感じです。自分としてはまだわかんないと思ってます。はい、そんな本当に迷惑をかけたかどうかはわからないですから、それは中央大附属の内部の人たちが知ってるっていうことで、本当かどうかは
まだわからない段階だと思ってますよ、自分は。なんで、後輩たちの枠を奪いやがってって言えるかどうかはまだわかんない。もしかしたらそうかもしれないし、そうじゃないかもしれないので。まあ、どっちしろ奪おうが奪わないが、私は外部の人間だから、それで批判とか別にしないです。はい、ただまあ、それで怒って、こう批判する、まあ、学歴中とかが出てくるっていうのは、まあまあ、間違いないだろうなと思いますね。中退すること自体は全然しょうがないことだと思いますね。この忙しさを考えれば。どうでしょうか、皆様は、これ。どう思いました？ぜひコメント欄でお聞かせください。あれないといいな。ぜひともご意見お聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボーゴッチン。